海地が所有している潜水艦ですが、一つの疑問があります。通常型潜水艦は、静粛性にかけては、世界でトップクラスと言われるのに、新たに厳選が必要なのでしょうか？今回は、海上自衛隊の潜水艦の現状について見ていきたいと思います。潜水艦には、動力として、電気が必ず必要です。源泉は電力不要とされますが、源泉にはできない任務を通常動力型潜水艦が担っていることは無視できませんよ。海上自衛隊の潜水艦は、クゲイが進水式を終え就役する日本。これによって、日本の潜水艦については、毎年最新鋭が就役している状況になったわけです。潜水艦のデータ、つまり、潜水深度、水中速力、連続潜航時間などは機密事項なので、当然非公開です。となると、その実力は推定するしかありませんが、通常動力潜水艦では、世界最高水準と、定評のある海自潜水艦の推定データを紹介しましょう。2021年9月時点の海自最新鋭潜水艦は太平洋型ですが、就役中の最新潜水艦は、そう、流型潜水艦の中でも、リチウムイオン蓄電池を搭載した。11番艦おうりゅう、広島県呉基地所属第1潜水隊群第3潜水隊と、12番艦東流、横須賀基地所属第2潜水隊群第6潜水隊ということです。そう、流型潜水艦のデータですが、全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、水中排水量4200トンとされる大型通常動力潜水艦で、10番艦までは、非待機依存推進方式、AIP のスターリング機関を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック方式を採用しています。しかし、おうりゅう、東流の2艦は、ディーゼルエレクトリック方式に変更され、リチウムイオン蓄電池を搭載しています。当初、そう、流型潜水艦は、潜航中動力として、燃料電池を搭載することが検討されていたそうです。燃料電池とは、燃料が起こす電気化学反応で発電する電池のことです。日常生活で、懐中電灯などに使用される乾電池などとは違い、様々な燃料を補充することによって、永続的に発電可能で、かつ、発電効率の高い電池とされます。現在も、様々な研究が進められているのです。防衛省技術研究本部、以下技本では、最初は、ナトリウムアマルガム燃料電池を採用することを検討したのですが、これに使用するためには、大量の水銀が必要だったため断念しました。その後、酸素、水素型電池の開発へと方向転換、実用化にこぎつけたのです。しかし、潜水艦への搭載に際しては、燃料となる液体酸素の取り扱いへの不安を見せなかったといいます。こういった経緯から、そう、流型潜水艦には、AIP であるスターリング機関搭載を決定したのですが、基本では、次世代潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発に、すでに着手していました。しかも、実用化の目途は、立っていたのです。リチウムイオン蓄電池は、鉛蓄電池のデメリット水素ガスを発生させることがありません。しかも、エネルギー密度が2倍以上ですし、1.5 倍以上の区界子ミツル放電回数のほか、充電時間も短くなりましたし、放電による電気容量低下も少ないそうです。要するに、長時間の効率放電が可能で、潜水艦へ搭載する蓄電池としては優れものと言えましょう。当初計画では、リチウムイオン蓄電池を、そう、流型5番艦から搭載する予定でしたが、
タイゲイ型から搭載することに変更となり、最終的には、そう、竜型11番艦オウリュウから搭載されたのです。ところで、リチウムイオン電池が逆光を浴びた一方で、いわば先輩となった AIP 機関はどうなるのでしょう？実は、11番艦に採用する際、スターリング AIP 機関を維持したまま、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換するという手っ取り早い方法と、スターリング AIP システムも含めて、すべてをリチウムイオン蓄電池と置き換える方法とが検討されたのです。パッと見すべてを交換する方が経費がかかると思われますよね。確かに AIP も含めて置き換えるとコストは高くなってしまいます。しかし、水中出力は大きくなりますし、連続潜航時間も長くなるので、初期投資が高くても長い間にペイできると見たため、すべてを置き換えることに決定したものと思われます。このように、高スペックのリチウムイオン蓄電池を採用したことで、いろいろ高性能になった感じを受けますが、実は、スターリング AIP システム搭載艦と比べると、軸馬力は8000馬力から5600馬力に下ったというデータが発表されているのです。具体的に、覇王竜、騰竜は10番艦までと比較して、水中での瞬発的最大速力は20ノット時速 37km から18ノット時速 33km に下がったということです。ただし、鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は短くなりました。10番艦までが最高出力20ノットを発揮できるのは5分間程度、連続潜航時の水中最高速度は16ノット止まりです。リチウムイオン蓄電池なら、長期間、持続的に高出力を発揮するので、オウリュウ、騰竜の連続潜航時の水中速度は18ノットを維持できます。さらに、連続潜航時間は10番艦までは2週間でしたが、1ヶ月まで伸びました。原潜は半永久的に潜航可能ですから、比べると物足りないという意見も確かにあります。しかし、人間が乗り組んで動かすわけですから、原潜であっても、食料補給や乗組員給養のために定期的に浮上しますから、連続潜航時間が1ヶ月というのは十分すぎると考えられます。また、ディーゼルスターリングエレクトリック方式の、そう、竜型は、満充電のために必要なシュノーケル航行時間は、5時間から7時間は必要ですが、リチウムイオン蓄電池なら急速充電できるので、2時間から3時間程度で満タン充電可能なのです。このため、作戦運用上のシュノーケル航行時間を短縮できるようになったので、敵から発見される危険性も減っています。なお、そう、竜型では、AIP のみで、潜航も可能です。そして、シュノーケル航行なくても潜航可能ですが、AIP だけでの水中速度は、5ノット程度と70年以上も、前の第二次大戦時の潜水艦並みですから、時代錯誤という声もあるそうです。潜水艦の最大潜航深度は最重要かつ最機密ですから、防衛省も絶対に公表しません。しかし、勝手な予測として、そう、竜型の潜航深度は600メートルから700メートルとされています。さらに、そう、竜型の艦体には NS110 鋼材という世界でも最高水準鋼材が使われていて、理論上1000メートルの水圧にも耐えられるため、最大潜航深度は900メートルまで可能だろうと見る向きもあるのです。
海外の通常動力潜水艦でも、輸出型は、ある程度スペックが公表されています。例えば、最大潜航深度を見ると、ハロシアのキロ級潜水艦は、300メートル程度、ドイツの209型は300メートル、214型でも400メートル程度となっています。通常、原潜の最大潜航深度は、500メートルから700メートルと見られていますが、アメリカの高性能原潜シーウルフ級などは、倍近くの900メートルから1000メートルと推測されています。アメリカ海軍主力のロサンゼルス級原潜の最大潜航深度は600メートルとされていることから考えても、そう、流型や次世代対艇型の最大潜航深度は、原潜と比較しても劣ることはなく、中国やロシアの原潜にも十分に対抗できる性能を持っていると見受けられるのです。さらに、潜水艦において重要な性能の一つ静粛性に関して、ですが、海自の潜水艦は世界でもトップクラスであり、機関部をはじめ、騒々しい音のする中国原潜と比べれば、はるかに優れていることは言うまでもないでしょう。通常動力 L 型スターリングエンジンを採用している、そう、流型潜水艦、10番艦までの水素燃料を逆手に取る、魔改造計画も進行しているとかしないとか。艦内で水素を自動生成、燃料に使う画期的な動きは、未だ可能性に過ぎません。鉛蓄電池を、次世代バッテリーに、交換で最新鋭へと生まれ変わります。潜航深度は最強の潜水艦ですから、中国原潜も、これで終焉ですね。近平の動きが、中国国内で鈍っています。革命は未だ。